はい、皆さん今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、セザンヌのこちらの明るいツヤ肌ファンデーション、こちらを購入いたしましたので、こちらのレビューを上げていきたいと思います。セザンヌクリーミーファンデーション、私が購入したカラーは00番、 SPF29 PA3+ になります。で、こちらのファンデーションは全部で3色発売されていて、こちらの今私が買ったのが、こちらは明るい、ベージュ系ですね、明るいベージュ系、それから01番が明るいオークル系、それから02番がオークル系というふうに確かなっていたと思います。こちらのファンデーションなんかね、セザンヌのファンデーション、今までね、下地、こちらの下地大好きでずっと使っているんですが、ファンデーションは使ったことないのでどうかなと思いまして、今回ちょっと購入してみました。まあ、試しにね、こちらの今日はレビューを上げていきたいと思いますので、最後までご覧になってください。では早速ですね、使っていきたいと思います。もうこちらのウルトラフィットベースの方でベースクリームまで仕上げてありますので、もうファンデーションねつけていきたいと思います。私ここ変でしょ、なんかね、だから私前髪伸ばさないんですよ。なんかワンレンここのね、産毛が下に向いて生えてて、なんかね、赤ちゃんカツラ、カツラっていうか、これがなかったらね、とかでぬつついて。はい、じゃあ早速つけていきたいと思います。まず色はそんなにね明るくはないんだけど、こういう感じの色味ですね、普通のベージュ系になると思います。ではいつも通り、ブラシで使っていきたいと思います。使った感じはそんなに、なんかね、このフィットベースがすごいいいじゃないですか、だからすごい期待してるんですけど、私的には。あ、でもね、つけた感じはね、薄い、すごく薄い、なんかね、あれみたい、 BB クリームみたいかな、BB クリームとは書いてないんですけど、美容オイル、エモリエント成分がツヤ、お肌にフィットして、光反射でツヤ、張りのある肌に整えてくれますっていう風に書いてあるんだけど、ね、ちょっと寄りますね。ほら、すごい薄い、ツヤは確かにある。でも、このウルトラフィットベースをつけたぐらいの、つけたぐらいのカバー力ですね。ちょっとこれは、ちょっとスポンジに変えてみようか。ブラシだとかなり薄いですね。 BB クリーム並みに薄いかも。スポンジにちょっと変えて、スポンジでも結構ツヤはあるんだけど、すごいツヤは出てるんだ、あるんだけど、カバー力がねないかな。まあ、私はね、普段使いだったらカバー力はそんなにいらないんだけどね、あんまりカバーしたっていう感じはしないですよね。ツヤはすごい出てるけど、ね、私今日目が赤い、なんでだろうまあちょっとつけた感じはかなりツヤはありますけど、カバー力にはちょっと欠けるかなっていうのはありますね。素肌感って言ったらいいのかな。はい、メイク全部仕上がりましたが、そうですね、目の下ちょっとだけコンシーラー入れただけで、ハイライトとか、そういったものシェーディングとかは入れてないです。この状態で今日、これからエステ
がのお仕事が入っておりますので、いろいろこうマスクしたりスチームに当たったりして、このまあかなり薄付きなので終わってみて、さらにどういう状態になってるかっていうのをご報告していきたいと思います。現在11時31分ですので、後ほどまたご報告したいと思います。はい、こちらのセザンヌのクリーミーファンデーションを、ごめんなさい、カメラアウトしちゃった、セザンヌクリーミーファンデーションを使ってから今、ちょうど5時29分ということで5時間経過いたしました。はい、まずこの間に、この5時間の間にエステのお客様を3人こなしまして、オゾンスチーム、それから、マスク、普段はエステの時はね、こういう風にマスクをこうやってしているので、はい、かなりデロデロ状態になってると思うんですが、いつもね、私エステの時はもうデロデロになるのが分かっているので、ファンデーションはほとんどつけないんですね。ファンデーションほとんどつけないというか、ファンデーションはつけなくて、いつも目の周りだけコンシーラーでカバーするだけで、エステのお仕事はするのですが、はい、今日はファンデーションをつけたことで少しはね、素肌の時と違ってるかしらということで、ちょっとアップにしていきます。はい、この辺のシミそばかすは完全に素肌の時と同じぐらい浮き出てますね。それから頬の赤みもかなり透けて見えてます。でこの辺はもうマスクとかつけてたので完全に取れてしまってますね。この感じはね、ファンデーションつけてない素肌の時とほとんど変わらないですね。いつも素肌の時はこちらの、UV ウルトラフィットベースだけをつけて、コンシーラーだけをここにつけて、マスクしたりするんですが、このクリームファンデーションつけてても、まあ、ファンデーションとしての役目はあまりなかったかなっていうのはあります。ただツヤがね、すごいやっぱりツヤツヤしてツヤが残ってるのは、ちょっとびっくりしたんですね。なので、まあ、そうですね、これ自体はちょっと BB クリームとか CC クリームとか、普段お仕事とかしない、時とか、ちょっと素肌感を生かしたいメイク、ナチュラルメイクとか、ごめんなさい、ラインがカバキンって言っちゃったんですけど、はい、そういう時とか、とにかくこう、なんていうのかな、薄化粧の時、肌をきれいに、ちょっとだけね、素肌じゃないんだけど肌をきれいに見せたいとか、そういう時に使ったらいいかな、カバー力はほぼゼロに等しいかなっていうふうにちょっと思いました。なのでこちらの下地をつけただけの時とあまり変わらないっていうのが、私の実感ですね。でもまあいいと思います。綺麗にね、ツヤツヤ、ほらこんだけツヤツヤしてるから、あんまり私普段はファンデーションつけないので、普段の通勤の時とか日に焼けないように日焼け止め感覚で肌が綺麗に見えるし、使っていきたいかなっていうふうに思いました。なのでこのセザンヌのファンデーション、クリーミーファンデーションはカバー力を求めたい方にはちょっと難しいかな、ナチュラルメイクもしくは素肌感を生かしたい方にはグッドだと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思われた方、高評価ボタンお願いいたします。
インスタグラム、フェイスブック、ツイッターやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それから毎回告知させていただいておりますよりこのメイクレッスン、マンツーマンセルフメイクレッスン、12月はまだご予約受け付けておりますので、ご興味がある方は動画説明欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。はい、ではまた次回 YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。